北九州記念2023、昨年49万馬券、今年の穴一撃候補。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編といたしましてですね、北九州記念2023をチェックしていきたいと思います。なおですね、北九州記念有力馬解説もやっていきたいかなと思いますのでね、今回も2分ぐらいの延長よろしくお願いいたします。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、北九州記念出走有力馬の確認ということでございますですね、今年のメンバーを確認していきたいと思います。そして2つ目なんですけれども、過去の北九州記念外球傾向を学ぶということでございますですね、過去の傾向をしっかりねチェックしていきたいと思います。そして3つ目ですね、今年の北九州記念はどんな馬を狙うということでございましてですね、過去の傾向から今年で狙っていくべき外球馬のポイントを押さえていきたいと思います。昨年はですね、3連単49万のですね大波乱でございました。今年もね、ちょっとね穴になりそうな馬ね探しておきたいと思います。なおですね、1週前にね動画作成しておりますので、GRA からのね登録馬発表が出る前の段階の一覧となっておりますので、その点はご了承ください。今年のね、動画でまとめましたですね、データ該当馬に関しましてはですね、週末出走馬が確定いたしましたレース前日に欄にてお送りいただいております。下の概要欄から一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。追い切りどころのね、状況も含めましてですね、ライブ配信していければと思っております。それではですね、まず3級優雅でございます。三級優雅にね、川田優雅騎手が騎乗してもですね、5着だった馬なんですけれども、まあね、前走ね、重賞である CBC 賞だったんですけれども、松山浩平騎手が騎乗してですね、2着という形でございました。三級浩平に、ね、なってしまったんですけれども、今回はですね、三級厚也でございますね。はい、CBC 賞はですね、まあただね、4コーナーでね、3番手以内にいた馬で決着として、まあ展開のね、恩恵もあったかなという感じはします。中京はね、5戦すべて馬券内ということでございましてですね、この馬自身、中京校舎だったんですよね。まあ、ここらではですね、過去ね、後方体系勝利してますので、今回ね、西村騎手がですね、まあ、どの戦法で勝負するかというのとですね、まあ、展開次第で変わってきそうな馬かなと思います。そしてこちら、ジャスパークローネでございます。3歳の時はですね、アーリントンカップに調整するんですけれども、18頭立ての18着っていう感じでございました。まあ、これでね、明らかにちょっとマイルは長いかなっていう感じでございましてですね、1400m 戦で前進してますけれどもっていう形でございましてですね、まあ、理想は 1200m までなのかなっていう感じがしております。函館スプリントステークスではですね、逃げれずでございましてですね、16着大敗したんですけれども、まあ、前走ね、CBC 賞で逃げ打つとですね、そのまま逃げ切りました。はい、CBC 賞はですね、前有利の競馬だったので、まあ、北九州記念もですね、メンバー的に展開のアシストがあるかどうかっていうところがね、ポイントになるかなと思います。そしてこちら、スマートリアンでございます。3歳の時にはですね、シオンステークスに参戦してまなんですけれども、まあ、その後ですね、1800m 戦で連勝していました。マイルからね、1800m を中心に使ってたんですけれども、まあ、昨年のね、CBC 賞で 1200m に距離短縮しました。これがね、意外にもね、好走しましてですね、4着とね、走れたことでですね、まあ、そこから 1200m 戦を中心にレース選択しております。前走はね、オープン、福島テレビオープンを勝利しましてですね、まあ、小回り平坦コースでのね、差し切りは舞台適正の証明かなと思います。昨年ね、小倉開催の CBC 賞4着ってこともございまして、適正面とね、重実度では一発あっていい馬なんじゃないかなというふうに思います。まあ、重賞実績は劣るんですけれど、小回り平坦校舎。これね、ちょっと穴で面白いかなと思っております。そしてこちら、トゥラベスーラでございます。高松秋記念ではですね、4着、4着、3着って感じでございましたけれども、まあ、8歳になったね、今年の3着がね、もう自己ベストでございました。道丸もね、大きかったかなと思うんですけれども、前走のね、CBC 賞では前が残る中、58キロでですね、4着と、能力はね、まだまだ通用しております。過去ね、北九州記念では6着、具体的にはですね、中京や東京を好んでおるんですけれども、まあ、対応はね、できるので、スムーズに競馬をしてですね、最後のこの馬のね、足を生かした競馬ができるかどうかっていうところかなと思います。そしてこちら、ボンボヤージでございます。生涯5勝のうちがね、3勝。小倉ということでございましてですね、相当な、ね、小倉校舎なんですよね。で、まあ、昨年はね、もう全然ね、成績に振るってなかったんですけれども、ここでね、いきなり16番人気は、まあ、当然という感じでございましたけれども、そこからですね、北九州記念を勝利しました。1枠1番というね、枠を最大限に生かしたことでですね、やっぱりですね、まあ、5勝のうち3勝が小倉で勝ちということでございましてですね、この舞台適正の高さもね、構想4位かなと思います。その後ですね、2桁着順が並んでるんですけれども、まあ、今年もね、内枠でスムーズにロスのない競馬ができるならチャンスがある1頭かなと思っております。金層ね、成績全くね、もう振るってないんですよ。でもね、もう金層経験に関係ない感じでございますですね、まあ、小倉だけは買えばいい馬って感じでございますですね、とりあえずね、抑えておいた方がいいんじゃないかなと思います。
そしてこちらママコチャイカでございます。2歳からね活躍しておりましてですね、ファンタジーステークスはウォーターナビラの3着でございました。クラシックにはね参加できずもですね、自己条件で夏から3連勝という形でございます。ターコイズステークスをね5着して、阪神ヘッマステークスを9着とですね、重賞でやや物足りない競馬なんですけれども、前走のオープン安土城ステークスを3馬身差の圧勝でございました。スムーズにね先行できるのが利点でございますけれども、初の 1200m 戦でねうまく追走できるかと好位置を取れるかが重要かなと思われます。そしてこちらモズメイメイでございます。タキウダが騎士がね騎乗した3戦を全て勝利ということでございましてですね、タケシクスと抜群の相性でございます。前走はね初の 1200m 戦でしたけれども、ロケットスタートを打ってですね、そのままリードを保っての完勝でございました。今回はね松坂騎士に乗り換わりでございましてですね、まずはスタートでございます。新馬戦のね勝利以外はですね逃げて勝利しておりましてですね、他との兼ね合いもありますけれども、やはりねロケットスタートで逃げてそのまま押し切り、このパターンがね理想かなと思われます。そしてこちらロンドンプランでございます。ついにね帰ってまいりました。もうパチ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 って形でございましてですね、昨年小倉2歳ステークスの覇者でございます。レースではねもう完全に立ち遅れますしですね、もうダントツの最高峰なんですね。あーこれはもうダメだなーっていう感じでございましてですね、もう誰しもがね終了と思ったんですけれども、レース映像がね直線切り替わりますとですね、まあ1頭ね画面に映ってないところからねもう別格の足で追い込んできたの、この馬がですねロンドンプランでございました。まあ、どれほどかと言いますとですね、上がり2位が 34.2 秒なんですけれども、ロンドンプランは 33.1 秒マークしておりましてですね、これ異次元でございますね。はい、まあ、1400m はね長いので 1200m が理想、あとはですね約1年ぶりのレースになるので、そのね、まあ、レース感があるかなっていうところだけでございます。この馬ねスプリント界を背負う能力を持ってると思うんですけれどもね、まあ、超久々でちょっと追い切りはね確認していただきたいかなと思います。さあそれではですね、北九州記念の傾向過去5年分見ていきたいと思います。こちら2018年の北九州記念の傾向でございます。1着アレスバルーズ、2着はダイメプリンセス、3着はラブカンプーでございました。今年は1着のアレスバルーズが外級仕上げとなっております。そしてこちら2019年北九州記念の傾向でございます。1着はダイメプリンセス、2着はディアンドル、3着はアンバルでございました。今年は2着のディアンドルが外級仕上げとなっております。そしてこちら北九州記念2020年の傾向でございます。1着はレッドアンシェル、2着はモズスーパーフレア、3着はアウィルアウェイでございました。フォアとして3頭すべて階級仕上げとなっております。そしてこちら北九州記念2021年の傾向でございます。1着ヨカヨカ、2着はファストホース、3着はモズスーパーフレアでございました。今年は3頭すべて階級仕上げとなっております。そしてこちら北九州記念2022年の傾向でございます。1着はボンボヤジ、2着は大勢美女、3着はナムラクレアでございました。今年は2着と3着が階級仕上げとなっております。北九州記念2023ネラマーということでございましてですね、こちら昨年も来た CBC 色から外級仕上げを狙えのパターンでございます。2018年のですね6番人気1着アレスバルーズ、こちら CBC 賞の1着までございました。そして2020年8番人気1着はこちらレッドアンシェルでございますけれども、 CBC 賞3着から、そして2020年10番人気3着こちらですねアビルワウェイ、 CBC 賞16着から、2021年5番人気1着ヨカヨカ、こちら CBC 賞5着から、そして昨年2022年はですね3番人気2着大勢ビジョン、こちら CBC 賞2着からでございました。2桁人気でもですね激走しますので、 CBC 賞の着順は無視でございます。 CBC 賞どんなに負けてても外級仕上げであれば巻き返しの可能性ありということでございますですね、要注意いただければと思います。最終的な外級馬データ該当馬に関しましては出走馬が確定いたしましたレース全日程欄にてお送りされております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。こちらでですね、ちょっとね、追い切りも確認しましょうみたいな馬がありましたので、その点ね、ちょっと回収追い切りなども確認してね、LINE 配信させていただきますのでね、ぜひ参考にしていただければと思います。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外形分析動画は、日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして、最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。
もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。